ただいま帰りました。ゆうまゆです。お疲れ様でした。今週もじゃよいしょ。ってことでね、今帰ってきたんですけれども、ちょっと部屋汚いから今日は花金なので、自炊をねしていきたいと思います。お惣菜とかさ、お弁当とかさ買ってきて、家で一人寂しくさ、今までは結構食べてたりとかしてたんやけど、ここね1年ぐらいは圧倒的自炊派になってですね、花金の今日は料理を作りたいと思います。その前にさ、ちょっと昨日までたまりにたまってる洗い物ねしていこうと思う。ちょっと待ってて。もしいつか声もかも不器用などこも。今日はね、肉じゃが買ってきた。作っていきたいと思います。なんかさ、友達がさ、この前肉じゃが食べたって言っててさ、もうめちゃくちゃ食べたくなった。だからね、ちょっと今日は肉じゃがを作りたいと思います。作り方とかは概要欄貼っとくんで、ちょっと自分で見ていただけたらなと思います。肉じゃがはずっと前からもうこのレシピでしか作ったことがなくてですね、このレシピしか勝たんっていう感じで、包丁がちっちゃいね。てかさ、今日スーパー行って買ってきてんけどさ、玉ねぎ見てや、新玉ねぎすごい形じゃない？こんな形、この玉ねぎか長澤くんしかおらんよな長澤くんシス。もう家帰ってきてさ、5分後にはさ、これ切ってるってなかなか行動してない。頑張ってる。今日は花金、街はにぎやか、お祭り騒ぎ。うわ、待って、切りすぎだ説ある。一人暮らしあるあるじゃない、マジで切りすぎ、作りすぎ。OK、いってらっしゃいこれ入ってた。蓋ないねんけど、どこ行った？ひゃー、待って、蓋。まあいいか、これで。これで10分ほど煮詰めていきます。パイキャラで、その間に部屋の掃除をしていきましょう。あ、日々の忙しさと比例してさ、部屋が汚くなっていくの、やばない？見て、これさ、お母さんがさ、私の誕生日に買ってきてくれたんですよ。まあ中は何も入ってないんですけどこういう感じ。私さ、化粧品あんま持ってないからさ、ここに入れるほどないんよなくっそー、バリ汚い、空っぽ。できてきた。もういいよね。またかな、まあいっか。オープン。天才なのでは？うわ、絶対美味しいんやけど。バリ褒める自分で。はい、ってことでできました。よし、あっち行くで。はい、ってことで晩ご飯できました。肉じゃがと、あとなんか作り置きしてたきんぴらごぼう、めかぶ納豆、汚いな。お味噌汁でございます。いただきます。マジで美味しい。うますぎやろ。うーん、美味しい。毎日食べてるから、なかったら逆に無理かも。うん、あー、うまいわ。なんだこれ、美味しい。なんかさ、会社潰れるって前言ったやんか。だからいつもの業務に加えて、引き継ぎのさ、資料作成みたいなやらなあかんの、めちゃくちゃ大変なんですけど今まで会社おる中で一番忙しいかもしれんっていうぐらい忙しいうん、天才なのでは。おいしい。もう彼氏に食べてもらいたいが、しかし美味しい。もうさ、髪の毛とかもさ、めっちゃプリンになってきてん。バタバタしてるのをさ、言い訳にしてさ、もう女をちょっと捨ててしまいそうになってたから、ちゃんとこの土日で、あの髪の毛染めに行こうと思う。ちゃんと行ってくるわ。もうめっちゃ味が染み込んでんの。今家に来ると
一人前は残っております、まだ。てかさ、聞いて、あのさ、引っ越そうか迷ってるって言ってたやんか。だから最近さ、賃貸物件とかよく見てんねんけどさ、あんまいい物件ないなとかと思ってて、で、この前、ね、会社の帰りに不動産屋さんがこう、チラシをさ、こう配ってたわけ。で、物件興味あったから、もらいに行って、もらって見てたわけ。ほんなら、多分、駅地下物件、築7年、徒歩3分って書きたかったんやろうけど、そこに、駅地下物件、築3分、徒歩7年って書いてて、え？って。めちゃくちゃかかるやん。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。やったっけこれ。よし。残った肉じゃがは明日へ繰り越されていきます。明日めっちゃ美味しくなるであろう、肉じゃがさん。おやすみなさい。よし、洗い物していきます。てかさ、見て、これさ、私、スケロクが好きなんやんか。スケロクがな、次は島村とさ、コラボすんねんて。ゆみまろちゃんに教えてもらった。めっちゃ可愛くない？しかもスケロクさ、香港にもさ、登場してん。やばない？香港になんか作品展覧会みたいな。めっちゃ可愛ない？あー、可愛い。今日も癒されました。ありがとうございます。洗い物。いつもは、なんか遠ない？めちゃめちゃちょっとみんなこっち来てや。なんかさ、平日はさ、ちょっともうほんまちょっと明日にしようとか、よくあるんやけど、金曜日は明日休みやから、しゃあない、洗い物やったるかってなんの。もう金曜日まで来たら勝ちゲーですから、何でも許せるよな。今からお風呂もすぐ入って、今日の晩はね、呪術廻戦がありますから、領域展開について教えてあげる。照れるなよ。お風呂入ろうよ。大丈夫、僕最強だから。今さ、ちょっと明日か明後日行くさ、美容院探してるんやけど、ワンチャン空いてない？なんか土日休みの時ってさ、人多いからさ、どこ行けばいい？美容院予約しました。お風呂上がりはですね、足のマッサージをしてメディキュットを履きたいと思います。で、今11時45分なんですけど、1時25分から呪術廻戦が始まるんやんか。だからそれまでは筋トレしたりとか、日記書いたりとか、編集したりとかして過ごします。今さ、コメント返信してるんですけど、新社会人が結構多くて、私の視聴者さん、おめでたい、めちゃくちゃ。なぁ、ちょっと怖いことがあった、見てや。前さ、友達が来た時にさ、友達が食べてたスルメイカ落ちてんねんけど、やばくない？しかもなんでこんなとこ、あっちで食べてたはずやのに。なんかよくコメントとかで、これからどうするんですかみたいな、仕事終わったらどうするんですかみたいなこと言われるんですけど、まだ決まってません。6月からどうするかっていう問題になってくるよな。何も決まってないけど、でもとりあえず選択肢はあるから、あとは選ぶだけみたいな感じ。この前も言ってたけど、自分がワクワクする方を常に選びたいから、 YouTube できてる今が人生で一番すごい楽しいから、もうその選択肢の中で一番どれがワクワクするかとかをちょっと時間かけて選んで、ちょっと選ばなあかんねんけど、まあでも別の選択肢が出てくるかもしらへんから、ちょっとね、そこら辺はちょっと頑張っていくんやけど、全然心配はご無用です。心配されるほど困ってない。自分はさ、めっちゃ将来が楽しみでしかないから、まあ見守っていってほしいなと思います。でもあと1時間ぐらいあんねんけど、呪術廻戦まで。ちょっと編集しよっかな。ほんだら、もうちょっとで呪術廻戦が始まります。もう25分なんですけどね、もう始まってもいい頃なんじゃないんでしょうか。今からはちょっと呪術廻戦に集中させてもろて。待って、全然呪術廻戦じゃないし。呪術廻戦って今日じゃないの？ちょ、今週からないって。うわ、忘れてた。マジか。もうちょっと映さないで、映さんといて。お化け屋敷かなってぐらいのライトやな、これ。もう今からはですね、好きな YouTuber さんの YouTube を見漁ったりとか、ネタ探しで YouTube を見漁ったりとか、アニメを見たりとかして、ちょっとね、ゆっくりしたいかなって。ってことで、みんな次の動画で会いましょう。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。
もうね、自分で自分の機嫌を取っていかないとダメなんで、疲れてる時は自分に優しくしてね。また次の動画で会いましょう。みんな夜更かしするなよ。みんな早く寝ろよ。バイバーイ。